グループのメンバーの子が東京駅のゴミ箱にお財布を捨てる瞬間が映っていてその子が犯人っていうのが確定したんですねえでもこれじゃあ本人が「いや私そんなことしないからはい虚言お疲れ訴えます」ってやったらどうすんのこれじゃって言われたらでも戦えますねえー、アイドル名が さあということでね皆さんちょっとじゃあそろそろ本題に行きましょうかねチャンネル登録250万人超えの YouTuber から被害を受けた女性アイドルということでもし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 てはいはじめましてはいはて、はい、ではちょっとですねまずは一旦名前は出さないでいただきたいんですけども、はい、どういった被害なのか過去のことにはなるんですけど当時、うん、私の と財布をまず盗まれて中に現金も入った状態だったんですけど額までは正直覚えてないんですけどと財布は、まあ、あと割と新しめのルイ・ヴィービトンですか大学の入学祝いで親に買ってもらったものだったのでうわ、はい、ちょっと値段はあの知らなかったんですけど。 けど盗まれましたどうやって盗まれたんですかそれは後から分かったことなんですけどその時スタジオにいたんですね同じレッスンスタジオにジオえってことは当時一緒のメンバーでしたなるほどね当時、はい、同じアイドルじグループグループで活動してました でレッスン場には先生と私たちメンバーしかいない状況で,、うん、で確実にレッスンに行った時にはお財布があったんですけどに、うん、にないいことに気づいて、うん、その駅に着いてからお財布ないことに気がついたので、まあ、当時私も自分で落としちゃったんだろうなって思って。 自分がなくしたと、その時は思い込んでしまって、まあ落としちゃったんだと思ったってことね。マイ機とかで落とし物ないですかとか言ったんですけど。はい。あの結局見つからなくて。うん。もうその時は諦めて。はい。まあ親に謝って、でまた別のお財布を。こう買っていただいたんですね。うん、親に。もう次は。なくさないでよって言われて。二、はい、個目のお財布を買ってもらって。で、二週間後に。そのお財布が。またなくなりました。 <え> <laughs> えそれもルイビーなんですかそれは、えっと、原点っていう革製品のお店のお財布だったんですけど、はい、お母さんと一緒に買いに行って,ってそれはどこでくななくったのその時は撮影のスタジオでしたうわまたかよ 怪しいな、もうさすがに、自分の不注意じゃないな、<で>これ。うん、で,で、その時に初めてちょっと。正直疑。って、うんうん、まあ、まあそうやな。うん、ご事務所の社長に相談をさせていただいたんですね。はい。で、その一時止めのお財布がなくなってから、二回目のお財布がなくなるまでの期間も。まあ、二週間しか空いてないし、で、その二回目のお財布がなくなったと同時に、現金も。 盗まれていて、はい,いくらすかその時は定期代の更新で1415、うん、万入ってたんですけどそれを親が封筒に入れてくれてて、うん、これで定期の更新をしなさいと入れてくれてたものをカバンにに一緒に入れてたんですねそしたらその封筒とお財布ごとなくなってて。うわー あさられてんだじゃあ、あもう完全に。どういうとこに置くの、まあでも。まあでも、メンバーで撮影スタジオ行ったら、まあ一箇所っていうか、うん、楽屋みたいなスペースに。うん、はい、みんなで荷物は、まあ人数も多かったので、みんなで荷物まとめておいて鏡前、鏡。前を何人グループだったの。な、何人。その当時は8。八、うん。ね、研究生とかもいたんで、八から十人ぐらい。結構。いるわ。 もうでも誰かってことですよねほんでその中の誰かだって<お>その時思ってに相談して怖い怖いそしたらこう事務所のメールで、まあ、そのグループ内の方に誰かそういうことをしてる人はいないか今だったら<お>名乗ったら。 その何も咎めずに許してあげるから素直に言いなさいみたいなメールが来たんですね。もう小学校のクラスか本当。いや本当に幼稚園本当小学校みたいな。今だ殴ったら許しますって。でレッスンスタジオにメンバー全員集められて。じゃあみんな目閉じて下向いて。ち待って本当にそんな本当にそんなことされたの？されました。ええ。静かに正直に。 私がやったたといいいう人手を挙げなさいみたいなさみで結局誰も手を挙げなかったです,ですよね<笑><笑>その時は犯人が見つからなくて1か月後ぐらいに今度は事務所の主催のライブみたいのがあったんですけどその事務所主催のライブで先輩の財布が盗まれたんです、ね、<わ>で先輩同じ事務所の別グループにあたる方なんですけど。 先輩のグループと私たちのグループ2、うん、二グループで同じ楽屋を使ってたんですね。で、その中に出入りするのは、うん、まあ、その先輩グループと私たちメンバー。まあ,あとは事務所にいるスタッフさんたち、うんまあね、社長、うん、はいとかだけしかいなくて、うん、第三者みたいな。全く知らない人が入り込むことは。 確実になくて、うん、でその先輩のお財布が盗まれた時にさすがに事務所の方もこれはもう内部の犯行だって警察を、うんはい、警察を動かしてくれたというか、うん、まあそのいろんな当時こう交通費とかも支給されていたので事務所側が誰がどの駅を経由してるっていうのとかを把握してたんですね。ははははい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 、はい、だかからその経由する駅とか みんなの最寄り駅とかの駅にそういうお財布の落とし物とかが届いてないかっていうのを事務所が確認してくださってそしたら東京駅にその先輩のお財布が捨てられてたんですね。はははいはい、はい東京駅のゴミ箱 ここかからそのの先輩のお財布は見つかって、うん、で、えっとまあ、現金とかは全部抜かれた状態で中のカードとかは一切手をつけられてなかったんですけどお財布だけが東京駅のゴミ箱から発見されましたとそういう報告が事務所にあってでじゃあ東京駅を経由して帰るのは誰かってもう事務所は把握してるので,で、まあ、何人かこう心当たりがある。 メンバーが何人がいてでこう事務所が防犯カメラを確認したところ、はい、ま私が当時一緒に活動してたグループのメンバーの子が東京駅のゴミ箱にそのお財布を捨てる瞬間が映っていてその子が犯人っていうのが確定したんですね。 なるほどね、まあこう事務所側はこう警察に突き出すというよりかはまあ親御さんとお話をしてこう事務所を解雇する形でまあその子を辞めさせてこう事務所としてはお話をとどめるというかファンの人には一切知らせずに。 事務所内ででさせたんですねなるほどこ,こういうことがあって、うん、お財布が盗まれたメンバーがいて盗んだ子がこの子でこの子を解雇しますっていう形ではなく、うん、規約違反が発生したのでこのメンバーを解雇しますっていう外部的に出す分はそういう文面で終わらせたんですけど、まあ、事務所内部の人間はもうみんな分かっていてお財布盗まれる事件が、うん まあ私が2回とその先輩で後々その子が辞めるってなった時にもう一人私のグループから実は私もお財布がうち盗まれましたっていう子がいてちょっと待ってその先輩の財布を捨てたのはまあその子なんだろうけどあ,あなたのも認めたんですかそれはあわ私がやりましたみたいなあなたのもやりましたって。なんか社長に聞いた話当時社長に聞いた話だと本人が全部認めたみたいで。はい、ああそうなんや。 で、まあ許してください<え>親と学校には連絡しないでくださいって言ってきたらしくて親と学校には連絡しないででそのメンバーが言ってきたらしくてえでも連絡したんだよね親にはまあそのけ警察沙汰にしないでほしいみたいなそ,ういうそのメンバーがでまあ社長も優しいのかそこは一歩譲ってあげたのかまあじゃあ そういう警察沙汰にはしない代わりに、じゃあ事務所は解雇で、うちでは活動できませんっていう形で、その子は解雇になって終わったんですね。うーん、なるほどね。はい。はい。じゃあ。っていうのが、その、うん、今回の被害内容。じゃあ相手から、なんかお金もらったりもしてないってこと?。してないし、謝罪ももらってないです、ね。え?。の、なんで?。いや、もう解雇になったので、速攻連絡先とかは、もうグループラインから、うん。 強制はい追い出されてまあ個人 LINE はあったんですけど LINE、はあね、も変えてていなくなっててそんなことしてるやつは250万人超えなのな <laughs> くないそれで結果的にまあ謝罪は頂けず当時の現金とかも全て返ってこず、うんうん、で私は終わり、まあ、その先輩はたまたま東京駅で見つかったから、うん、お財布とかカードは返ってきたっていう状況で財布だけは返ってきたんや その,その先輩はーはいでもあなたのルイ・ヴィトンとかはもうどこにこなかうんもう分かんないし先輩のやつが東京駅で発見されたってことはきっと同じ手口なんだろうなと思っう、まあ、勝手に憶測ですけど思っててきっと私のお財布も中身だけ抜いて東京駅のゴミ箱とかに捨てたのかなって勝手な憶測で思ってました謝罪もないのやばいな本当に。 はい、なるほどねはい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 わかりました話はでこれ今回こう、はい、何を望んでるんでしょうこれは、まあ、なぜこの過去のことで現在告発したかっていう理由なんですけど、うん、はい。 まあ当時は事務所にいたので事務所で活動してたからアイドルの方を優先したかったので私もアイドル始めたばっかりで当時は駆け出しだったのであんまり事件とかに起こしてアイドルが続け,な続けることができなくなるのも嫌だったので当時は黙ってたんですよでそっからやっぱり時間が空いちゃったら警察に訴えても意味ないなってずっと思っていたんですねまあそうやなうんはいでまあ私 YouTube をあまり 詳しくなくてなて最近こうあの都市伝説とか犯罪ミステリーとかのタックチャンネルさんとか <laughs>、うん、キリンチャンネルさんを好きで見てたんですねそしたらそこで、うん、あのこれこれさんのことを知ってチャンネルを見させていただいてこういういろんな被害に遭った方とかの。うんうん あの告発をしてるっていうのを知って、えー、今更過去のことだし警察に言っても解決してもらえないけど、うん、これこれさんに相談したら何かもしかしたらあるかな解決できるかなと思って連絡させていただきました。かか解決ってことはじゃないこれは、えー、とお金を返してほしいとか,なんか謝罪をもらいたいってことですかい、ま、ら、うん きちんと謝罪をしてほしいのと、まあ、明確な金額までは分からないんですけどす確実に定期代もらっていた15万と、うん、お財布の中に入ってた現金がいくらか分かんないんですけどウェ、うんまあ、イ・ビトンのお財布と原点っていうお財布親に買っていただいたものではあるんですけど、まあ、トータルの総額でぐらいになるのかな、まあ、20万とか最低でも15万は絶対にらえてるので。 なんかその現在それだけチャンネル数もいて活動されてるので当時のことを本当に悪いと思っているなら謝罪とまあその自分が多分本人が一番どれぐらい取ったってことは分かってると思ってそれをあのちゃんと返金してほしいなって思ってます。なるほど。これでもなんかえこれな何年前の話なんですかこれちなみに。八年前とかですね。八年前。八年前にこれが。あって で今に至るそうですあのそこの事務所に私も長いこといたので事務所を辞めるまではちょっと事務所側もやっぱり、うん、そういう問題を起こさないでほしいというか。 あんまり事務所側も炎上したくないみたいな感じだったのでじゃあ最近辞めたみたいな感じなんですかじゃあ事務所そうです今は<ー>、えっと、その事務所を辞めてその事務所にいないので、うん、正直ちょっと自由に動けるというかあーそういうことね、はい、こちら、えー、と規約約違反によりり所属契約解除ととなりましたと、まあ、そういうい、まあ、確かにちらとあと当時一緒に活動していたメンバーでいまだに連絡が取れて仲がいい子がいるのでその子に。 ああの時あの時子がお財布を取ったことを覚えてるみたいな感じで連絡を取ったんですね、うん、そしたら「ああ覚えてる覚えてるあったねそんなこと」っていうのでちゃんと書いてきてるうんなるほどねまあ証拠としてはまあまあですけどぐらいですか証拠としては。まあそうですねそれぐらいに正直なってしまいます え見せますけどはいはいまあ覚えてる覚えてるそういうことあったねって「ま、え、る、ー、ちゃん被害合わなかったんだっけ?」で「私は被害合わなくなったよ」でも「まるとまるは合っててあとまるさんも合ってたよね」って「まるのお財布取った時に東京駅で捨ててるのが防犯カメラで発見されてまるの仕業って分かったんだもんねそう,そう久々に思い出したわこっちなみにこの人呼べないですよねさすがにうわあその子ももう一般人でもしね呼べたらね結構いいんですけどね証言として うん、そうなんですよねでなんか私も証拠も正直それだけしか出せないので、うん、まあとは本人が認めるかどうかっていうところになるんですけど、えー、でもこれじゃあ本人が「いや私そんなことしないからはい虚言お疲れ訴えます」って言ったらどうすんのでもこれじゃあ。って言われたらでも戦いますね。え戦、ー、<laughs> 戦う戦いますますあ当時のことは親も きちんと覚えてててくれてるし怒ってるのであなたが戦うんだったらまあ僕はね、まあ、名前出してもいいですけどもずっと泣き寝入り状態だったというかうんでやっとそのあこういう場所があるんだって思ったのでなるほどなるほどこれでも事務所の人動いてくれないのかな事務所の人がねああ当時それありましたよって言ったらまあもう確定なわけじゃないですか。 でもそうです。でもどうなんですかね。逆に事務所もこんなこと今更言われても。事務所の連絡先ないですか。僕から連絡することもできますよ。あ、事務所のアドレスとかでいいですかね。アドレス、え、メールアドレスですか。事務所の、ま、電話番号とかあ。電話番号、え、それはえっ、ー、と携帯ですかね。ちょっと見てみますね。事務所のちょっとホームページを見ます。事務所のホームページかってことは、なんか個人的に LINE になんか事務所の人が入ってるとかないんですかね。 はもうないでですねやめててしままってるのでまあ任せますよもうあなたが戦うっていうんだったらまあ出す出して反応見る以外ないですからねまあじゃあ正直わざわざこのようにあのお願いしてるのも本人から謝罪と返す意思があるのなら返金してもらいたいなって思うし、うんうん、これあれ事務所に確認して現地取ってから公開じゃダメですかでも。 その方方がさ賢くないですかやり方、うん、その子がいた事務所にってことですよね。そうううそうそうそれを証拠として手に入れた状態で名前出した方がいいと思うんだけど一旦ここでその事務所を公開して事務所にこう動いてもらうというかいいいんじゃな,いの <laughs> などうなんですかなんか今更辞めたくせにって思われそうな気もして辞めてるくせにみたいなでなおさら過去のことで余計に事務所とかだと言われそうで。うん なのでまあ任せますよ、じじうん、僕はやめたほうがいいような気もするのあんまり証拠がないんやったら。本人がが認めない可能性があうってうん、まあ、証拠ないと認めないんじゃないのだって人の財宝を盗むようなろくでもないやつが、ね認めますかね。<laughs> 泥棒ですよ、普通に。<laughs> 泥棒は認めないでしょ。あとコメントも気にしなくていいからね、本当に。あのこの人たちは自分たちは訴えられない、蚊帳の外だから、生言え、生言えって言ってるだけで。 やっぱり言った側が責任取らなきゃいけないことになるから、はい、だからそれにね圧にね惑わされないでほしいけど僕は一回事務所だったら出してもいいと思うここで,で事務所の名前を出すってことですかえ,えっと、事務所の名前を出すってことですかああそう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 ,そうああはいまあ別にアイドルグループも出してもいいんじゃないかなまあでその当時の運営さんからちょっと話聞きたいからって言って。 あのツイッターはあるので。ああ、そうなんや。はい、ちょっと D. M. してみます。いや、まあ、てか、俺、俺に教えて、それ。あ、わかりました。あ、今。え、来た。えっとアイドルの別のグループで活動してる子がい,いるんですけど。はい、今この子の現在のマネージャーが当時いた事務所の、えっと、事務所のマネージャー。いうことらしくて、うん、その連絡先いる、今連絡つか、つくかわからないけどってことで、連絡先を一人当時の。 スタッフの連絡先をいただけましたですかはいおおそれじゃあちょっと追加してくださいよあとまあその人からもちょっと今、はい、あの緊急で連絡したいんでっていう分かりましたおいおいもうじわじわと進んできてるぞじわじわといややっぱりこれ事務所の出した方がな事務所出した方が話早いんだけどねアイドル名だけ出しちゃダメですかさすがに出してもも大丈夫だもんアイドル名、まあ そのメンバー全員が疑われるけど少なくとも解雇された利用れ、えー、規約違反で解雇されたメンバーがいるからまあ規約違反ってことは明らかに悪いことをして解雇されてるから、はい、それだけは事実なわけじゃんだから一番財布が盗まれたがらこういう話が本当かどうかは分からないけど規約違反で解雇されたメンバーがいるアイドルグループの名前としてだったら俺は言っても大丈夫だと思う。はははいはい、はいど,どうですかそうでですすかそね はいえー、まあということでじゃあ当時のねあの記事にもあるんですけどえっ、ー、とまあ一旦この話が本当かどうかは今現時点ではわからないですアイドル名が、えー、ジェルノですいや僕もこれ知らないけどまあここから有名 YouTuber が出てきたってことでしょ要は今、えっと、元メンバーのこ,こからメッセージが返ってきて10分後くらい長通話できるってあのえ<っ>い<や>来た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  <laughs> 来た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  今ちょっとその元メンバーの子に通話だけでいいんだけどお願いできないかなっていうふうに連絡は送りました通話に上がれたら一番早いってことですよねまあそうだね同じメンバーが言ってるんだったら信憑性高いからねどうするこれで1時間後になってもまだ LINE 交換してなかったら えこの元メンバーもさ電話ができるのかできないのかの返事がなんでこんな遅いわけもうできないでいいじゃんなんかもう,ん、うん、もうできるかできないかなんで言えないんだろうねもう面倒くさいこう探り合いのやり取りしやがって本当に。<laughs> あじゃあ通話ににがるお願いいは協力でききないってきました最初からそう言っとけよ一応ちょっとスクショ送ってもらっていいですかちょっとそのうざいやり取りみたいんでもうそれで消化するわもうそのうざいやり取りをね「LINE 追加してよ」て「んてんてん泣き」うわー出たこれ「ありがとう泣き」出た「一回私と電話でできる泣き」出た。 えー、電話の方が早いから話したいんだけど、えー、と簡単に言うと、財布が盗まれた、これこれさんに言った、当時の証言できる人がいるかどうか、えー、グループツアーできねえか、あなたの名前は出さない、顔も出ないから、一言何か証言を言ってほしいって、まあ、送ったんですが、えー、送ったのが0時で、えー、9分、0時9分に送って、えー、5分で返事が返ってきたのがこちらです。 さんはい当時確実な証拠はなかったと私は認識してるって言ってるよただそれがその一った行ってないみたいな話になるってさっき DM の方にも来てたんですけどその子が盗んだ証拠の映像とかは私たちはもらえてないから社長から聞いた話がそれっていうだけだからその物的証拠が何もないからなるほどねそので,でも社長が認め そ,のそういうふうに盗まれたっていうのを防犯カメラで確認してでメンバーは現に解雇されたんですよね <laughs> っていうことはあったけどそのきちんと文面としてそういう物的証拠があるわけではないので多分その口頭で私たちも聞かされてそうなんですねって終わったことだからそのし物的証拠がないから電話でそういうことを発言して問題になるのが怖いからっていうふうな意味だと思います。 まあちょっともみ消し体制あるねわかりましたじゃあちょっとえー、まあ事務所の代表者にも今連絡して、まあ、結局今返事返ってきてないけどまあ何かしら返事が返ってきて進展があったらまた取り上げましょうこれはいすいませんでなかったら諦めてくださいわかりましたこれはもうそれはしょうがないねはいわ、はい、かりましたちょっと自分からも社長の方に連絡してもらっはいはいはい、はい、どうもはい